女性なんかは壊滅的な事態がある。中華思想の皇帝を信仰し近づきつつ、その忌避するものへ同調し、自分も一緒に忌避し続けて、その後、皇帝の妻にもなれず、やがて皇帝は消え、そして、実は皇帝の著作はほとんどが王の権威のそれだった、時。その人は、一体、何、に思いを寄せていたのか、だ。ともかく皇帝に振られた後は、ある意味でのお決まりな乱行の果てに、ふと、男がいない。自身が汚れた存在に。誰が悪いんだろう？というのは、重い疑問だ。男にとっての魅力？はほとんどなくなっていて。気持ちだけは、まだ皇帝を向いていて、その救いを待っているような。プライドの問題だろうか、ともかく王の権威は下賤だ、その信仰も何もかも、だ。皇帝の残した、差別意識、それは、壊滅的な事態の中でなんだか毒を強めていく。